今回さ、鎌田がさ、EU 見学で鎌田よりもチクウェゼ選んだみたいなさ、あれも、ミランの場合さ、こう、ポジショニングをきれいにしてさ、そっから整えていくみたいな、うん、サッカーじゃないじゃないですか。ってなると、やっぱサイド預けた時に、ドリブルとかワンツーでなんとかしてくれるみたいな、この質みたいな、馬力みたいなのが重要だから、ってなると、今のピオリのミランのサッカー続けるんだったら、右チクウェゼいて、左ラファエルレオンいる方がいいっすよね。そうだから、監督から考えたら、そういう判断になるんだろうな、みたいな。あれがね、ブラヒム・ディアス残ってたらね、ブラヒム右にして、みたいな。で、ブラヒムの位置によってね、カラブリアでいいんだっけとか、右サイドバックの選手が中取るのか、外取るのかって、その時によって変えれるし。あとは、デケテラーレどうなんでしょうね。デケテラーレの2年目に期待するんだったら、鎌田いらないですよね。デケテラーレが移籍するんだったら、鎌田みたいなのもあったかもしれないですね。あ、そうだ、デストもいたね。うん。ノクタスチーク隣の位置。あ、やりそうだよ。そう。だからやっぱり、取ってくる選手がさ、マルディーニがいなくなったとしてもなんか似てるよね。オンザボールの質はあるけど、みたいな。オフのところでの、合理的なポジショニングとか判断のところ厳しいみたいな。ノクタスと鎌田でノクタスチークなんだ。今日見た記事だと、チクエゼか鎌田かで、まあ、あれは EU 圏外枠の話か。ほんとね、その森保さんともそうだし、結構、やっぱ可視化できるフィジカルとかスピード重要視するのか、そうじゃないとこなのかみたいな、まあ人によって基準ありますしね。で、その、選ぶ監督が全部責任を取るからね、監督だったりスポーツディレクターとかが。Thank you.